さて今回は2024年1月下旬の時事問題やっていきましょう。スタブライン動画の更新に時間がかかってしまいましたが、一部新しい情報なども入れながら大事な話題紹介していこうと思います。ぜひ皆さんの勉強に役立ててもらえればと思います。というわけで今回紹介する時事問題はこちら。今回はね、4つの話題を入れました。一番大きいのは理科系の話題ですね。日本の月探査機スリムについて、これは2024年の時事問題としてもぜひ知っておくべき大きな話題かなと思います。それからそれ以外だと、まず1つ目、お隣の中国の話です。日本と経済的なつながりも大きいことから、これまた社会科的には知っておきたい出来事です。そして政治関連で下2つですね。2024年の政治で大きな話題となっている政治と金をめぐる問題、このあたりを中心に今何が起きているのかをこの動画で一緒に確認していくことにしましょう。はい、まず初めは中国の人口に関する話題ですね。今回あったのは1月17日、中国政府が2023年の人口推計を発表して、2023年末の中国の人口は14億900万人と、2年連続で前年を下回った、こういう発表がありました。中国というのは長らく人口が増加し続けていたんですが、去年61年ぶりに人口が増加から減少に転じた。こういうことが昨年話題になっていて、そして今年も2年連続での減少となった。こういう流れがあり話題になっています。中国といえば、かつて人口が急激に増加する人口爆発を抑えるために一人っ子政策と呼ばれる政策を行ってきたことで知られていますが、近年はね、その一人っ子政策を廃止して少子化を止めようとしていました。しかし中国の社会にすでに子供は一人で十分という考えが広まったことなどから、少子化が止まらない、これ言い方を変えれば高齢化が急速に進んでいる、こういうことが起きていますので、地理的に距離が近い、それから経済的にもつながりがある、多く貿易をしているその貿易相手国である中国の人口がこうなっているんだということは押さえておきたいわけですね。それから世界の人口について、社会科時事問題として押さえておくべきポイントを3つ紹介すると、まず1つ目は、おととし2022年ですね、世界の人口は80万人を突破した。現在世界的には人口が増加をしています。特に発展途上国の多いアジアやアフリカといった地域を中心に人口が多く増え続けている。それから2つ目に、去年2023年に人口分野では大きな出来事がありました。2023年、世界の人口ランキングが1位と2位入れ替わったんですね。最新の世界の人口ランキング見てみると、世界で最も人口が多いのはインドで、2位が中国、3位がアメリカ。今までは長く1位が中国だったんですが、その中国が人口減少し始めたと。一方でインドは中国のような一人っ子政策を行っていませんから、人口が増え続けている。というわけでこの中国とインドランキングが入れ替わった、地理の世界ではね、非常に大きな出来事、ニュースとなりましたから、ぜひ皆さん知っておきましょう。そして3つ目、人口に関して日本に目を向けてあげると、日本は2008年頃から人口が減少している人口減少社会です。これについてはね、少子化や高齢化といった問題とともに、ぜひ今後どうあるべきなのか考えたいテーマですよね。世界的には人口が増えているけれども、日本は人口が減少しているので、世界の人口ランキングでは現在日本は11位。ちょっと前まで日本の人口は世界第10位だったんですが、現在は11位にランキングが下がった、こういう状況です。というわけでこの世界の人口については、近年こういった大きな出来事が続いていますから、時事問題、社会科としても非常に出題しやすくなっているテーマなんですね。ぜひね、これらのポイントは皆さんしっかりと押さえておいてほしいなと思います。それから次、これはぜひ時事問題の勉強をしている人押さえておきましょう。1月の20日、日本の無人月面探査機スリムが月面への着陸に成功したという話題です。月の開発というのは近年世界的にも力が入っている分野の一つで、月への着陸の歴史見てみると、かつて1966年にソビエト連邦、現在のロシアですね、それからアメリカ合衆国が月面着陸を成功させてからはしばらく時間が空いていたんですが、2013年に中国が着陸成功させて、それから去年2023年にはインドも成功していました。日本はね、2022年、それから2023年と挑戦したものの失敗に終わっていたんですが、今回2024年にスリムが月面着陸に成功、世界で5カ国目の月面着陸成功国ということになりました。また今回の着陸は、着陸の目標地点から誤差100メートル以内の場所に着陸をさせるピンポイント着陸、これに成功させていて、非常に技術力の高さを表しているとも言われています。それから今回の月面着陸、いろいろと話題になっています。例えば今回のスリムにはタカラトミーというおもちゃのメーカーがありますよね。ここも開発に加わったソラキューという、このようなまるでおもちゃのようなロボットが搭載されていて、このソラキューがね、月での写真撮影に成功しています。この
真、月で撮られた写真もすごいですよね。このような技術が今評価されてもいるんですね。一方、着陸したスリムはこの写真を見ても分かる通り、機体が傾いて着陸してしまっている。太陽発電のパネルが想定と違う向きを向いているということで、うまく太陽電池で発電できない。まあ、こういったこともニュースとなりました。月は夜が非常に長い。まあ、一旦夜を迎えると非常に気温が低くなる過酷な環境であるということで、スリムが壊れずにいられるのかどうか、注目が集まっていて、時折ね、これがニュースにもなったりしています。時にはね、皆さんも今スリムがどうなっているのか、ニュースなどでチェックをしてみてください。それから宇宙関連で一つ紹介しておくと、2月17日の出来事になりますが、日本の新しい、まあ、これからのロケット H3 ロケットの2号機が打ち上げに成功した。こういう話題もありました。こちらはね、去年2023年に打ち上げ失敗ということが話題になってしまったんですが、それから約1年の時を経て打ち上げ成功させた。こういう経緯があります。宇宙関連の出来事いろいろありますが、ぜひポイントを押さえておいてほしいなと思います。それから下2つは政治関連の話題ですね。まとめてポイントを紹介していきます。まず先に社会科の勉強としても大切になってくる通常国会の召集について確認をしておきます。1月26日、この通常国会常会と言われるものが召集されました。通常国会常会というのが何なのか、これから紹介していきます。これも大事ですし、それから先に言うと、この召集という漢字、結構テストでね、手辺をつけてしまう間違いが多い漢字です。通常国会常会、それから召集という漢字もぜひしっかりと覚えておくようにしましょう。そして通常国会について、まあ、国会の種類というのは中学校3年生で習う内容になりますが、いくつかある国会の種類のうち、毎年1月に必ず召集をされる。そして150日間の会期で開かれることになっているのが通常国会常会ですね。通常国会では主にまず3月までは新年度、4月からのお金の使い道、予算案について審議がなされる。それからまあそれ以外にも様々な法律案について話し合いが行われる、こういう国会になっています。ですからね、まあ、3月までは予算が通る通らない、まあ、いつ通すのか、こういった与野党の駆け引きなどがよくニュースになります。そして通常国会が開かれると、まず施政方針演説といって、内閣総理大臣岸田文雄首相が1年間の政府の基本的な方針について演説を行う。これが今回も行われています。その内容を見ると、今年の政治分野で注目すべき点というのが自然と見えてきますが、まず一つ目は物価高を上回る所得の実現、要は賃上げ、お給料アップの実現ですね。2022年から急激な円安といって、日本円の価値が安くなる。他にも新型コロナウイルス禍からの経済回復の動きや、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で、例えば原油などのエネルギー価格が高くなる、小麦などの食料品価格も高くなる。まあこういった要因要素というものが絡み合って、物の価格が高くなる物価高というのが今起きています。まあ、日本のね、経済が成長していく上では物価高もある種必要なことであり、まあ、必ずしも悪いものというわけではないんですが、一般的には物の価格が上がるのであれば、それ以上に皆さんのお給料が上がってくれないと生活は厳しくなってしまう。ということで、物価高以上の賃上げ、まあ、特にね、中小企業を中心に賃上げを行うことができるのかどうか、これが一つ2024年の政治、それからまあ経済分野で注目が集まっているテーマになっています。それから二つ目に、政治と金をめぐる問題が今話題となっています。自民党、自由民主党という政党の中で作られている派閥、まあ、政治家の集まりグループのことですが、この派閥が行う政治資金パーティーで、パーティー券を販売して得た収入の一部を政治資金報告書に記載をしていなかった、まあ、いわば裏金となっていた。これがね、大きな話題となっています。まあ、派閥とは自民党に限らず、様々な政党の中に作られるグループのことで、中でも自民党の中に作られる派閥というのは非常に大きな役割を今まで果たしてきた歴史がある。まあ、その派閥をめぐる動きなども合わせてニュースになっています。岸田文雄首相は1月の23日、自身の岸田派を解散するということを打ち出して、その岸田派の動きを踏まえて、安倍派、それから二階派、森山派、この合わせて4つの派閥は派閥を解散するということを決めました。というわけで、今までこの派閥中心の政治が行われていたところ、一部の派閥が解散ということになりましたから、今後自民党の中でどのような政治が行われていくことになるのだろうか、まあ、それにも注目が集まっていますし、それからまあ元をたどると政治と金の問題なわけですよね。法律で言うと政治資金規正法という法律がありますから、それをしっかりと改正させることができるのかどうか、こういう側面で今年は政治の動きを見ていく必要もありそうです。
それから今年の政治の動きでいうと、岸田首相が所属している自民党のトップ総裁の任期が今年の9月末で切れる、任期満了を迎えます。岸田首相としては再び総裁選で総裁に選ばれ直して引き続き総裁を続けたい、総理大臣を続けたいということになるわけですが、岸田首相がどのようにこの任期満了を迎えるかどうかですよね。自民党の中でも様々な駆け引きなどが起きていくことになるでしょうし、それから岸田首相は総裁選を乗り切るために衆議院の解散を行うのかどうか、そういった自民党を中心とした動きに対して野党はどのように支持を広げていくことができるのかどうか、こういったことにも今後注目が集まっていくことになります。ぜひこういった観点でニュースなどを見るといいでしょう。というわけで以上1月下旬の時事問題でした。今回は4つの話題について、出来事そのものの他に知っておきたい事柄、ポイントも紹介してきましたが、皆さんどうだったでしょうか。ぜひね、2024年のこれから起きていく動きにもつながっていく、こういうような話題が多かったかなと思いますから、重要用語はもちろん、持っておきたい視点ですよね。ぜひ見直しておいてもらいたいなと思います。というわけで今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。